皆様、こんにちは。情報システム研究機構機構長の藤井でございます。本日はご多忙のところ、第2回、ロイス DS 成果報告会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。私たち、情報システム研究機構は、4つの研究所、国立局地研究所、国立遺伝学研究所、国立情報学研究所、そして統計数理研究所が、全国の研究者コミュニティと連携して、世界最高水準の研究を推進するとともに、21世紀の重要な課題であります生命、地球、環境、人間社会など、複雑な現象に関する問題を情報とシステムという視点から捉え直して、データサイエンスを駆使することで、分野の枠を超えて融合的な研究を行い、新たな研究パラダイムを創設する新分野の開拓を行うことをミッションとしております。これらの課題は、複雑な相互作用を含むシステム全体を考えなければ解明できない課題でございまして、多様な観測や調査等の大規模データベースの統合利用、そしてデータサイエンスを駆使することによって初めて、現象の解明や予測制御を実現することが可能となります。このデータサイエンスの促進が私たちの機構の中心的な役割でございます。私たちの機構は、これからの世界で学術分野を問わずに必要となるデータサイエンスの基盤となる情報科学と統計数理科学を扱う国立情報学研究所と統計数理研究所を横軸にデータサイエンスを必要とする2つの学術分野、生命と地球環境をドメインとする研究所を軸とした情報とシステム科学を促進するのに適した構成となっております。これに加えて、2016年に設立したデータサイエンス共同利用基盤施設 DS 施設は、データサイエンス推進を担うフラグシッププラットフォーム組織として、4研究所とその学術コミュニティと強く連携し、異分野データの統合利用のための4つのデータ共有支援センターと2つのデータ解析支援センターからなっておりまして、そのデータサイエンスを発展させ、分野の枠を超えた融合的な研究を促進して、チームや創生のを目指しております。具体的には、組織間、分野間の連携を目指した公募型共同研究を行うとともに、多様なデータベースの構築と統合化によるデータ駆動型研究の支援を実施しておりまして、我が国における科学の発展や社会のイノベーションの推進に寄与してまいりました。さらに、データサイエンス人材育成も大変重要なミッションと捉えております。DS 施設の設置と活動は第3期中期目標期間における本機構の中核事業の一つとして戦略性が高く意欲的な目標計画として位置づけてまいりました。この4月から始まります第4期中期目標期間においても本機構のミッションであるデータサイエンスをさらに発展させ重要な課題の解決やブレイクスルー創出に貢献するためにセンターの機能の強化拡大を行う予定でございます。また3月から4機構法人と総合研究大学院大学で開始いたします連合体アライアンスにおいても全学術分野で必要となるデータサイエンスの促進を支援し、ひいては全国の大学の多様な学術分野の機能強化に貢献できることを目指してまいります。本日の成果報告会は昨年に続く第2回目でございます。まずはじめに藤山施設長から活動の報告がございます。続いて早稲田大学の高橋恵子先生、と機構理事でもある統計数理研究の椿所長にそれぞれご講演をいただきます。また第2部では DS 施設の6つのセンターから活動報告をいたします。さらに第3部では共同研究についてのポスター発表が行われます。これらのご報告は DS 施設の活動のすべてをご紹介できるものではございませんけれども、これまでのデータサイエンス事業の取り組みと未来に向けた展望をお聞きいただき、ご参加の皆様方から忌憚ないご意見をいただければ幸いでございます。本日は18時までの生帳簿となりますが、皆様何卒よろしくお願い申し上げます。以上をもちまして開会のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。